皆さんこんにちは、岡田克也です。すでに公認内定している候補者の皆さんをなるべく回って、そして、お話を聞く、あるいは、党としてできることがないかご相談する、そのことを10月中いっぱいをめどに、1ヶ月でかなり乱暴にやろうという計画を立てましたが、だいたい月内には主だったところをほぼ終えることができるんじゃないかと思います。いちいち必ずしもお尋ねしているのではなくて、東京や神奈川では一箇所に順次来ていただいて、お話を聞くと、そういうやり方もしておりますが、なるべく遠いところは私自身が足を運ぶことにしています。この週末も飛行機で米子に飛びまして、米子の湯原前議員と、そして支持者の皆さんも含めて意見交換をさせていただきました。湯原さんは非常に県議会での経験も豊富で、そして前議員、現職の議員だった時も非常にたくさんいる1年生議員をしっかりまとめてリーダーシップを発揮していた、素晴らしい政治家です。その湯原さんにお会いした後、電車で岡山に出て、最後は大阪に入りました。翌日はその大阪から車で2時間少々かけて、舞鶴に行ってまいりました。京都府京都5区、谷垣さんの選挙区なんですが、我が党からは小原舞さん、女性の候補者が出ています。彼女も前議員です。そして小原さんやその支持者の皆さんとも非常にいい意見交換をさせていただきました。乗り物にたくさん乗っていて、体力的にはきついところもありますが、そういったそれぞれの地域で頑張っている候補者の皆さんとその顔を見て意見交換できるということは、私自身も非常に疲れが吹っ飛ぶといいますか、民主党一緒になって何とか立て直していきたい、そういう決意を新たにしているところです。今日は以上です。